そっかじきのくぼです。今回はゆとりライフの天野さん、ゆとりライフというね YouTube チャンネルの天野さんからご質問いただきました。一つはですね、今天野さんの撮られている動画の音声すごくいいですよ。ここにマイクつけて全然変わりました。すごく聞き取りやすくって、これはねストレスを感じずに天野さんの声が聞けるということになりますので、いい動画になると思います。グッドです。そしてもう一つ、バンディーガンも使いながら音声が入らないということですけども、私がアドバイスするに私のやり方を使ったらどうかなと思います。一つはですね、これにあるかな、音声は別撮りします。私の場合は主に iPhone のこのね音声記録ソフトがありますよね。これボイスメモっていうのがありますので、ボイスメモで録音する、画面はキャプチャー動画を撮る、それを編集ソフトで組み合わせてボリュームを最大限にしたのをつけて、それでアップロードしてます。こういう風なね、マイクレコーダー、別売りのレコーダーでもいいと思います。どっちでも大丈夫です。これはねなんか2000円ぐらいなんで、本当にね買っても痛くはないのと、あとボイスメモがありますからこれでもいいと思いますけどもね。私の場合ちょっと他の場所でも使うようにとかね、長時間録音できるようにこれ買いましたけども、はっきり言って使ってないです。無駄でした。2000円ぐらいです。まあ iPhone で音声撮り、そしてバンディーカムで録画をして組み合わせるのがいいのかなと思いますけども、まあ考えてみてください。それでは以上です。